それにしても一体誰がこの組み合わせを予想したでしょうか。上昇ルカグワーズと決勝戦で対決するのは万年初戦敗退チームビサイドオーラか。まさに脅威の大番狂わせですね。も小競り合いだ。オーラか完全に舐められています。
ここで前半終了です。いやー、ゴアーズ強い。全くもって強い。お前ら、とにかくゴアーズを止めろ。うるっボールを奪ゴアーズをシュートよし。
タジアム全体が割れんばかりの輪っかコールです。選手はどうしたのでしょう。試合を放棄したのでしょうか。スフィアプールを出ていきます。そりゃちょっとは寂しかったさ。でもあれはワッカとビサイドオーラカの大切な試合だったからな。ん？どうしたんでしょう。場内が沸いています。あーっと、ワッカ選手です。元気に復帰してきました。チームメイトが温かく迎えます。信じられない勝利です。ブリッツボールの歴史に新たな伝説が生まれた瞬間です。
始まったの。Thank you.
本当に出発しちゃうんすか？ゆっくり休んだ方がいいっすよ。ユーナの旅は先を急ぐ。休んでるわけにはいかねえんだよ。でも…こら、シャキッとしろお前ら。ブリッツのシーズンは始まったばっかだろうが、そのしけた面なんだ。じゃあな、元気でやれよ。元気でな。うっす。声が小さい。うっす。もういいの？ああいうのは弱いからな、俺。待たせたな、ユナ。もやもやに蹴りつけてきた。これからはユーナのガード一筋だ。じゃあ、ワッカさん、改めてよろしくお願いします。こちらこそ何卒よろしくお願いいたしますと。で、あの魔物ども何だったか分かったか？全然。魔物がどこから入り込んだのか不明。シーモア老師の活躍でマイカ曹老師はご無事。情報はそれくらいね。シーモア老師の召喚獣、すごかったな。分かってんのかよ！全部あんたのせいなんだ！死に飲み込まれたのも、スピアに放り出されたのも、ザラルカンドに帰られるのも、全部全てみんな何もかもあんたのせいだ！あんた何者なんだ？親父のこと知ってんだよな？ああ。ユーナの親父さんとも知り合いなんだろ？そうだな。どういうことだよ！おかしいだろ！何もおかしいことはない。ジェクト、ブラスカ、そして俺。三人でシンを倒したのが10年前。後に俺だけがザナルカンドへ渡り、お前の成長を見守っていた。いつの日か、お前をスピラに連れて行くために。どうして俺なんだよ！ジェクトの頼みでな。親父生きてるのか？あの状態を生きていると言えるなら。あいつはもう人の姿をしていない。だがあれの片隅には確実にジェクトの意識が残っている。あれに接触した時、お前もジェクトを感じたはずだ。まさか。そうだ、シンはジェクトだ。くだらねえ、なんだよそれ、バカバカしい。真実を見せてやる。怒るのも泣くのもそれからにしろ。俺についてこい。嫌だと言ったら、お前の物語は終わらない。それがどうしたってんだ。そうか、ならば仕方あるまい。好きにしろ。来るか来ないか選ぶのはお前だ。バカにしやがって。好きにしろとか言ってさ、選ぶのは俺だとか言ってさ。だけど俺にはどうしようもないんだっての。あんたに言われた通りするしかないんだ。不満だろうな。それとも不安か。
それでいい。アーロン、ザナルカンドに帰れるのかな。ジェクト次第だな。俺はユーナのガードになる。お前もついてこい。